ENTP さん、はい、お待たせしました、すいません。 ENTP さんは内向思考を伴った外向直感タイプですと。 ENTP さんは革新的で物事の改革をしたり、分析的にかつ戦略的にアプローチし、興味を持ったことは何でもこなそうとすると。誰も思いつかないような基地に富む仕事や事業を開始する時の初期段階を他者と共同することに喜びを見出します。俺についてこいな感じですよね、多分、うんうん、この ENTP さんの思考の序列は直感機能、未来、直感、うん、これなぜかは分からないが、これはい、直感でそれに思考で肉付けをして、うん、あとはまあ人がどう思ってるか、うん、最後が感覚っていう感じですね、はい、物事のこの ENTP さんの組織への貢献の仕方は、物事の限界を挑戦と捉えて乗り越えていく、うん、新しいやり方を提供する、問題を考える際に概念的な枠組みを提供する、率先して他者を先導し拍車をかける、複雑なことも楽しみながら挑む。これ読んでて、はい、まあ、自分が外向だなって思うのは、うん、やっぱりこの自分が働きかけたことで変わっていくっていう様が好き、うんうんうん、なのが外向なんだなっていう解釈をすると NE ですよ、それ。アイデアが実行されていくのが好きみたいな。外向じゃなくて、外向、まあ、N と E のセットじゃないですかっていう。なんですかね、はい、S は違うの？ S はどう乗り越えていくかみたいな感じじゃないですか。世の中どう渡り歩いていくかみたいな。僕今違うこと言いました。周りの人が動いてくれるのが好きみたいな話ですよね。 NE の人は多分自分のアイデアがこうあって、それを試したいんですよ、世の中で、人々でうまくいってないですけどねでその人たちが思い通りにいったら、よっしゃみたいな感じになるわけじゃないですか、うん、かもしれないですね、うん、という ENTP さんのリーダーシップスタイルは、うん、組織の必要とするところを論理的な分析によって明確にする、うん、他者の自立性を奨励する、論理的な考え方をする、どうしてそれをしたいのかについて理由を強く述べる、うん、人や組織などのシステム間における触媒的人物、うん、カタリストと書いてありますね、はい、として行動する。カタリストっていう言葉があるんですね、うん、触媒的な人物、うん、なるほど。で ENTP のラーニングスタイル、積極的に概念だった専門性の高いことを学ぶ、うん、全体像を把握することに焦点を置いて、あらゆることに疑問を持ちながら学ぶことを好む、うん、これが T で P なんですね、はい、全部やりたい、うん、俯瞰して見るやつ全部学びたいって感じ、うん、が、うん、T で P なんだなって思ってたんですけど、T で P はいっぱいありますけどね。ああ確かに、はい、確かにそうだ。みんな全員そうなのかっていうと分かんないですけど、確かに、はい。で ENTP さんの課題解決アプローチは、うん、将来における可能性と関連やパターンを探索し、これが N、うん、それらの賛否両論の側面から検討しながら、うん、T、うん、解決しようとする、うん、でより良い解決に導くためには他者の要望や欲求に配慮したり、うん、F、うん、関連する事実や詳細を考慮する、うん、これが S、うん、必要があるよと。やっぱりまあ苦手なことを率先してやった方が物事がうまくいくって話ですね、まあ、全部いるよって話ですもんね。はい、はい、学びと論理ですね私は、うんうん、で ENTP さんが好む職場環境は、複雑な問題解決をするための方法論やモデルを扱う自立した個人が求められている現場、融通性があり挑戦できる、うん、変化を重んじ官僚的でない、うん、有能な人で構成されている、リスクを背負うことが奨励される、独立心と自由に行動することが支援される、全体像や将来性に重きが置かれている。公務員とかじゃ間違いなくないですよね多分。分かんないですけどね、官僚あたりはいけそうですよね。でも官僚っ
敵でない現場ですよ。そのなんだろう、動かしていけるレベルの官僚ですよ。エリート官僚。まあはい、なるほど、そうですね、はい、そこまでいければいいですね、うん、でこんな ENTP さんの考えられる弱みは、うん、構想作りに没頭して現在起こっていることを忘れてしまうことがあると、うん、競争心が高じると他者の考えを心よく受け入れないことがある、うん、分かっててやってあげないとかしそうですよね。はい、見えてるのに見えてないふりとかさ、うん、こいつのこと聞いても無駄みたいな。あ、これ F もやる別に。F もやる。僕もやる別にそれは、はい、うん、自分の可能性を広げすぎて燃え尽きてしまうことがある、うんうん、基本的な方法を受け入れず抵抗することがあると、うん、という ENTP さんへのヒントとしては、今ここという現状に焦点を当て、そこにある重要な事実に注意を向けようと、うん、結局やっぱり自分の頭の中でバッてできたものをギュッて組み立てていくので、うん、多分現実が見えてなかったりすることがある。ここばっかりになるんでしょうね、うんうん、他者の貢献を確認し認める、うん、たくさんでやった方が大きいことできますよって話ですね、うんうん、で現実的な優先順位と時間配分を設定して物事の切り上げ時を認識しようと、うん、枠組みや仕組みの中で仕事をすることを覚えようと、うん、構造主義ですね、はい、構造ができてるよと、うん、で構造主義壊せないものもあるよっていうことかなって今思ったんですけど、うん、構造主義は影響を受けてるよって話ですけどね。あ、そうか。はい、